江戸川乱歩百面創薬者1僕の書世時代の話だから随分古いことだ年代などもはっきりしないが何でも日露戦争のすぐあとだったと思うその頃僕は中学校を出て さて、上の学校へ入りたいのだけれど当時まだ僕の地方には高等学校もなしそうかといって東京へ出て勉強させてもらうほどうちが豊かでもなかったので気の長い話だ僕は小学教員を稼いでその稼ぎためた金で上京して苦学をしようと思い立ったものだ何その頃はそんなのが珍しくはなかったよ何しろ 給料に比べて物価の方がずっと安い時代だからね話というのは僕がその小学教員を稼いでいた間に起こったことだ起こったというほど大げさな事件でもないがねある日それはよく覚えているがこう押さえつけられるような嫌にドロンとした春先のある日曜日だった僕は中学時代の先輩で 町,の町といってもバツバツしのことだがね新聞社の編集部に勤めている R という男を訪ねた当時日曜になるとこの男を訪ねるのが僕の一つの楽しみだったのだというのは彼はなかなか物知りでねそれも非常に偏った風変わりなことを実によく調べているのだ万事がそうだけれど 例えば文学などで言うとこう怪奇的な変に秘密がかったそうだね日本で言えば平田篤舟とか上田明成とか外国で言えばスウェーデンボルムだとかウィリアム・ブレイクだとか例の君のよく言うポーなども先生大好きだった姿生の出来事でも一つは新聞記者という職業上からでもあろうが 人の知らないようなへんてこなことをバカに詳しく調べていて驚かされることがしばしばあった彼の人となりを説明するのがこの話の目的ではないから別に深入りはしないが例えば上田明成の「右月物語」のうちでどんなものを彼が好んだかということを一言すれば彼の人物がよくわかる従って彼の感化を受けていた僕の心持ちもわかるだろう 彼はうげつ物語には全編どれもこれも好きだったあの夢のような三分子とそれから支配にうごめく一種のへんてこな味がたまらなくいいというのだその中でも「邪性の陰」と「青ずきん」なんかよく声を出して僕に読み聞かせたものだ下野の国のある里の奉子が123歳の童子をちょう愛していたところ そのじが病のために死んでしまったのであまりに嘆かせたまうままに火に焼きて土に葬ることもせで顔に顔を持たせ手に手を取り組みて火をへたまうがついに心乱れ生きてある日にたがわず戯れつつもその肉の腐りただるを惜しみて肉を吸い骨をなめはた食らいつくしぬ。 と,いうところなどは今でも僕の記憶に残っている流行りの言葉で言えば変態性欲だね R はこんなところがバカに好きなのだ今から考えると先生自身がその変態性欲の持ち主だったかもしれない少し話が脇道にそれたが僕が R を訪問したのは今言った日曜日のちょうど昼頃だった 先生相変わらず机に持たれて何かの書物をひもどいていたそこへ僕が入っていくと大変喜んでよういいところへ来た今日は一つぜひ君に見せたいものがあるそりゃ実に面白いものだ彼はいきなりこんなことを言うのだ僕はまた例のぽんでも掘り出したのかと思ってぜひ拝見したいものです と答えると驚いたことには先生立ち上がって、さっさと外出の用意をし始めるのだ。そしてユウには。外だよ。バツバツ観音まで付き合いたまえ、君に見せたいものはあそこにあるのだよ。そこで僕は一体バツバツ観音に何があるのかと聞いてみたが、先生の癖でね。言ってみればわかると言わぬばかりに何も教えない。 仕方がないので僕は R の後から黙ってついていったさっきも言った通り雷でも鳴り出しそうな嫌にどんよりした空模様だその頃電車はないので半利ばかりの道をテクテク歩いていると体中じっとりと汗ばんでくる街の通りなども天候と同様に変に静まり返っている時々 R が後ろを振り向いて話しかける声が うも先から聞こえるようだ凶気になるのはこんな日じゃないかと思われたよバツバツ観音は東京でいえばまあ浅草といったところで境内にいろいろな見せ物小屋がある劇場もあるそれが田舎だけに一層排他的でグロテスクなのだ今どきそんなことはないが当時僕の勤めていた学校は 教師に芝居を見ることさえ禁じていた芝居好きの僕は困ったがねでもクビになるのが恐ろしいのでなるべく禁令を守ってそのバツバツ観音なぞへはめったに足を向けなんだしたがってそこにどんな芝居がかかっているか見せ物が出ているかちっとも知らなかった当時は芝居の新聞広告なんてほとんどなかったで R がこれだと言ってある劇場の看板を指さした時には非常に珍しい気がしたものだよその看板がまた変わっているのだ「新鬼鳥百面創薬者××城出演」「探偵気分」「怪美人」「五幕」瑞幸彰氏の本願小説に怪美人というのがあるが見物してみるとあれではない。 もっともっと高頭無形で機械至極の筋だったでもどっか類璃光彰子を思わせるところがないでもない今でも菓子本屋などには残っているようだが類璃のあの開版にならない前の菊版の安っぽい本があるだろう。君はあれの挿絵を見たことがあるかね今見直すと実に何とも言えぬ味のあるものだこの「××城出演」の芝居は まああの挿絵が生きて動いているといった感じのものだったよ実に汚い劇場だった黒い土蔵みたいな感じの壁が半ばはげ落ちてそのすぐ前を蓋のない土ブが変な周期を発散して流れているそこへ汚い花垂小僧が立ち並んで看板を見上げているまあそういった景色だだが 絵看板だけはさすがに新しかった。それがまた実にちんなものでね普通の芝居の看板書きが西洋流のまねをして書いたのだろう足が曲がった弘毛壁画の紳士や体中ひだだらけでバカに顔の膨れ上がった幼藻美人がさまざまな格好で日本流の見栄を切っているのだあんなものが今残っていたら 素敵な歴史的美術品だね。湯屋の番台のような格好をした無害の札売り場で大きな板の通り札を買うと僕らはその中へ入っていった僕はとうとう禁令を犯したわけだ中も外部に劣らず汚い土間には仕切りもなく一面に薄汚れたアンペラが敷いてある霧だしかもそこには紙くずだとか みかんや南ン豆の皮などがいっぱいに散らばっていてうっかり歩いていると気味の悪いものがべったり足の裏にくっつくひどい有りだだが当時はそれで普通だったかもしれない現にこの劇場なぞは街でも23番目に数えられていたのだからね入ってみるともう芝居は始まっていた看板通りの異国情緒に富んだ舞台面で 出てくる人物も皆西洋人臭い紛争をしていた僕は思った「これは素敵ださすがに R はいいものを見せてくれた」とねなぜかといってそれは当時の僕たちの趣味にぴったり当てはまるような代物なんだから僕は単にそう考えていたところが後になって分かったのだが R の真意はもっともっと深いところにあった僕には芝居を見せるというよりはそこへ出てくる一人の人物すなわち看板の百面相役者なるものを観察させるためであった芝居の筋もなかなか面白かったように思うがよくは覚えていないしそれにこの話には大して関係もないから略するけれど 進出鬼没の怪美人を主人公にする非常に変化に富んだ一種の探偵劇だった近頃は一向流行らないが探偵劇というのも悪くないねこの怪美人には座頭の百面創役者が扮した怪美人は警官その他の追跡者を巻くために目まぐるしく変装する男にも女にも老人にも和光ドにも 貴族にも先民にもあらゆるものに化けるそこが百面装役者たるゆえんなのであろうがその変装は実に手に入ったもので舞台の警官などよりは見物の方がすっかり騙されてしまうのだあんなのを疑心にいるとでも言うのだろうね僕が後ろの方にしようというのに R はなぜか土間のかぶりつきのところへ席を取ったので 僕たちの目と舞台の役者の顔とは近くなった時にほとんど一軒くらいしか隔たっていないのだだから細かいところまでよくわかるところがそんなに近くにいても百面僧役者の変装はちっとも見分けられない女なら女老人なら老人になりきっているのだ例えば顔のしわだね 普通の役者だと絵の具で描いているので横から見ればすぐ化けの皮が現れるふっくらとした方にやたらに黒いものをなすってあるのが滑稽に見えるそれがこの百面装役者のはどうしてあんなことができるのか本当の肉にちゃんとしわが刻まれているのだそればかりではない変装するごとに顔形がまるで変わってしまう 不思議でたまらなかったのは時によって丸顔になったり細表になったりする目や口が大きくなったり小さくなったりするのはまだいいとして鼻や耳の格好さえひどく変わるのだ僕の錯覚だったのかそれとも何か秘術であんなことができるのかいまだに疑問が解けないそんな風だから舞台に出てきても ここれが百面相役者とということは想像もつかぬ。ただ番付を見てわずかにあれだなと悟るくらいのものだあんまり不思議なので僕はそっと R に聞いてみたあれは本当にドイツ人なのでしょうかもしや百面装役者というのは一人ではなくて大勢の替え玉をひっくるめての名称でそれが代わる代わる現れているのではないでしょうか 実際僕はそう思ったものだいやそうではないよく注意してあの声を聞いてごらん声の方は変装のようにはいかぬかして巧みに変えたはいるが皆同一音兆だよあんなに音兆の似た人間が幾人もあるはずはないよなるほどそう聞けばどうやら同一人物らしくもあった僕にしたって 何も知らずにこれを見たらきっとそんな不審を起こしたに相違いない R が説明したところが僕にはちゃんと予備知識があるんだというのはこの芝居が蓋を開ける前にね百面創薬者のバツバツが僕の新聞社を訪問したのだよそして実際僕らの面前であの変装をやってみせたのだ 他の連中はそんなことにあまり興味がなさそうだったけれど僕は実に驚嘆した世の中にはこんな不思議な術もあるものかと思ってねその時のバツバツの機縁がまたなかなか聞き物だったよまず欧米における変装術の歴史を述べ現在それがいかに完成の域に達しているかを紹介しだが我々日本人には 皮膚や頭髪の具合でそのまままねられない点が多いのでそれについていかに苦心したかそして結局どれほど巧みにそれをものにしたかというようなことを実に雄弁にしゃべるのだ團十郎だろうが菊五郎だろうが日本広しといえども俺に勝る役者はないという鼻息だ何でもこの町を振り出しに 近く東京のヒノキ舞台を踏んでその妙技を天下に紹介するということだった彼はこの町の生まれなのだよその息や愛すべしだがかわいそうに先生芸というものをとんだ履き違いで解釈している何よりも巧みに化けることが俳優の第一条件だと信じきっているそして核のごとく化けることの上手な自分は 言うまでもなく天下一の名優だと心得ている田舎から生まれる芸にはよくこの類のものがあるのだね近くで言えば「熱田の神楽獅子」などがそれだよそれはそれとして存在するだけの値打ちはあるのだけれどこの R の詳しい注釈を聞いたから舞台を見るとそこにはまた一層の味わいがあったそして 見れば見るほどますます深く百面装役者の妙義を感じたこんな男がもし本当の泥棒になったらきっと永久に警察の目を逃れることができるだろうとさえ思われたやがて芝居は型のごとくクライマックスに達しカタストロフィーに落ちて惜しい大断言を結んだ 時間のたつのを忘れて舞台に引きつけられていた僕は最後の幕が下りきってしまうと思わず「はぁ、あ」と深いため息をついたことだ 2> 2劇場を出たのはもう10時ごろだった空は相変わらず曇ってそよとの風もなく妙に辺りがかすんで見えた 2人とも黙々として家路についた R がなぜ黙っていたかは想像の限りではないが少なくとも僕だけはあんまり不思議なものを見たために頭がぼーっとしてしまってものを言う元気もなかったのだそれほど感銘を受けたものださて命名のうちへの分かれ道へ来ると「今日はいつにない愉快な日曜でしたどうもありがとう」 そうう言って、R、に別れようとした。すると意外にも R は僕を呼び止めて「いやついでにもう少し付き合ってくれたまえ実はまだ君に見せたいものがあるのだ」というこれがもう11時時分だよ R はこの夜更けにわざわざ僕を引っ張って行って一体全体何を見せようというのだろう 僕は不審でたまらなんだけれどその時の R の口調が妙に厳粛に聞こえたのとそれに当時僕は R の言うことには何でもハイハイと従う習慣になっていたものだからそれからまた R の家までテクテクとついていったことだ言われるままに R の部屋へ入ってそこで釣りランプの下で彼の顔を見ると僕はハッと驚いた彼は真っ青になって ブルブル震ええてさえいるのだ何がそうさせたのか彼が極度に興奮していることは一目でわかるどどうしたんんですどっかか悪いのじゃありませんか僕が心配して聞くと彼はそれには答えないで押し入れの中から古い新聞のつづり込みを探し出してきて一生懸命に食っていたがやがてある記事を見つけ出すと 震えるえ手でそれを指し示しながらとにかくこの記事を読んでみたまえというのだそれは彼の勤めていた社の新聞で日付を見るとちょうど1年ばかり以前のものだった僕は何が何だかまるで狐につままれたようで少しも訳が分からなかったけれどとりあえずそれを読んでみることにした見出しは またしても首泥棒というので3面の最上段に2段抜きで載せてあったその記事の切り抜きは記念のために保存してあるがね見たまえこれだ近来処方の寺院品品として死体発掘の災いに遭うも未だ外犯人の捕縛を見るに至らざるは自説柄誠に投げかわしき次第なるがここに またもや式死体盗難事件がありその次第を知るんに去る罰月罰日午後11時ごろ罰県罰郡罰村あざ笛所在罰寺の寺男罰何がし、50歳が同寺住職の言いつけにて付近の段階へ使いに行き木と同寺境内の墓地を通過する折りから雲間を出し月陰に 1一名のくせ者がくわを振るって新居仏の土饅頭を発掘するありさを認め腰を抜かさんばかりに打ち驚き「泥棒を泥棒」と呼ばわりければくせ者もびっくり仰天「雲をかすみ」と逃げ伏せたり届け出により時を移さず「罰警察罰文署長罰罰氏は2名の刑事を従え現場に出張し取り調べたるところ「発掘され師」は ツ月ツ日埋葬せるバツ村バツバツ晩屋敷ツバツの新墓地なること判明するがくせ者は同人の看護家を破壊し死体の頭部を鋭利なる刃物を持って切断しいずこかに持ちされるもののごとく無残なる首出し胴体のみ土にまみれて残り入れり一方旧法によりツ裁判所バツ検事は 現状に急行し罰署牢上に捜査本部を設け百歩を手を尽くして犯人捜査に努めたるもいまだ何らの手がかりを発見せずと外事件のやり口を見るに従来処方の人員を荒らし回りたるくせ者のやり口と不説を合わすがごとくおそらく同一人の仕業なるべくくせ者は脳髄の黒焼きが万病に効き目ありという古来の迷信により かかるにても世には無ごたらしき人気もあればあるものなりそして終わりにちなみにとあって当時までの被害人員と首を盗まれた死人の生命とが五つ六つれっきしてある僕はその日頭がよほど変になっていた天候がそんなだったせいもあり 一つは奇怪な芝居を見たからでもあろうがなんとなくものにおびえやすくなっていたでこの忌まわしい新聞記事を読むと R がなぜこんなものを僕に読ませたのかその意味は少しもわからなんだけれど妙に感動してしまってこの世界が何かこうドロドロしたちみどろのもので満たされているような気がしだしたものだ随分ひどいですね。 一人でで、ででこんんんなににたくさん首を盗んで黒焼き屋にでも売り込むのでしょうかね。R は僕が新聞を読んでいる間にやっぱり押し入れから大きな手文庫を出してきてその中をかき回していたが僕が顔を上げてこう話しかけると「そんなことかもしれないだがちょっとこの写真を見てごらん」「これはね僕の遠い親戚にあたるものだが」 この老人も首を取られた一人なんだよそこの「ちなみに」というところに「バツ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 」という名前があるだろうこれはそのバツバツ老人の写真なんだそう言って一葉の古ぼけた手札型の写真を示した見ると裏には間違いなく新聞のと同じ名前が下手な首席でしたためてあるなるほど それでこの新聞記事を読ませたのだな僕は一応合点することができたしかしよく考えてみるとこんな1年も前の出来事をなぜ今頃になってしかも夜中わざわざ僕に知らせるのかその点がどうもゲせないそれにさっきから R が嫌に興奮している様子もおかしいのだ 僕はさも不思議そうに R の顔を見つめていたに相違いないすると彼は「君はまだ気がつかないようだねもう一度その写真を見てごらんよく注意してそれを見て何か思い当たる事柄はないかね」というのだ僕は言われるままにその白髪頭のしわだらけの田舎馬場の顔を さらにつくづく眺めたことだが、すると君、僕は危なく、あっと叫ぶところだったよ。そのババアの顔がね、さっきの百面装役者の変装の一つと、もう寸分違わないのだ。しわの寄り方、鼻や口の格好、見れば見るほどまるで生き写しなんだ。僕は、 生涯のうちであんな変な気持ちを味わったことは二度とないね。考えてみたまえ1年前に死んで墓場へ埋められておまけに首まで切られた老婆が少なくとも彼女と一部一輪ちがわないほかの人間がそんなものはこの世にいるはずがないバツバツ観音の芝居小屋で活躍しているのだ。 こんな不思議なことがありえるものだろうかあの役者がどんなに変装がうまいとしてもだ見も知らぬ実在の人物とこうも完全に一致することができると思うかね R はそう言って意味やりげに僕の顔を眺めたいつか新聞社であれを見た時には僕は自分の目がどうかしているのだと思って別段深くも考えなかったが 日が経つにしたがってどうもなんとなく不安でたまらないそこで今日は幸い君の来るのが分かっていたものだから君にも見比べてもらって僕の疑問を晴らそうと思ったのだところがこれじゃ疑いが晴れるどころかますます僕の想像が確実になってきたもうそうでも考えるほかにはこの不思議な事実を解釈する方法がないのだ そこで R は一段と声を低め非常に緊張した面持ちになってこの想像は非常にとっぴなようだがねしかしまんざら不可能なことではないまず当時の首ビ泥棒と今日の百面装役者とが同一人物だと仮定するんだあの犯人はそのあと捕獲されていないのだからこれはありえることだで最初は あるいは死体の脳みそを取るのが目的だったかもしれないだがそうしてたくさんの首を集めた時彼がそれらの首の脳みそ以外の部分の利用法を考えなかったと断定することはできない一般に犯罪者というものは異常な名誉心を持っているものだそれにあの役者はさっきも話した通り うまく化けることが俳優の第一条件でそれさえできれば日本一の名声を博するものと信じきっているなおその上に首泥棒で偶然芝居好きででもあったと仮定すればこの創造説はますます確実性を帯びてくるのだ君僕の考えはあまり突飛すぎるだろうか彼が 盗んだ首からさまざまの人肉の面を製造したというこの考えはおお人肉の面なんという奇怪な犯罪者の特創であろうなるほどそれは不可能なことではない巧みに顔の皮を剥いで剥製にしてその上から化粧を施せば立派な人肉の面が出来上がるに相違ない ではあの百面創役者のその名にふさわしい幾多の変装姿はそれぞれにかつてこの世に存在した人物だったのか僕はあまりのことに自分の判断力を疑ったその時の R や僕の理論にどこか非常な錯誤があるのではないかと疑った一体人肉の面をかぶって 平気で芝居を演じえるような、そんな残酷な人気がこの世に存在するであろうかだが考えるに従ってどうしてもその他には想像のつけようがないことが分かってきた僕は1時間前に現にこの目で見たのだそしてそれと寸分たがわぬ人物がここに 写真のの中にいるのだまた R にしても彼は日頃冷静を誇っているほどの男だよもやこんな重大な事柄を誤って判断することはあるまいもしこの想像が当たっているとすると実際このほかに考えようがないのだが捨てておくわけにはいかぬだが今すぐこれを警察に届けたところで相手にしてくれないだろう もっと確証を握る必要がある例えば百面創薬者のつづらの中から人肉の面そのものを探し出すというようなところで幸い僕は新聞記者だしあの役者に面識もあるこれは一つ探偵の真似をしてこの秘密を暴いてやろうかなそうだ僕は明日からそれに着手しようもしうまくいけば 親戚の老婆の供養にもなることだし、また、社に対しても非常な手柄だからね。ついには R は、決然としてこういう意味のことを言った。僕も確かそれに賛意を表した。二人は、その晩二時頃までも、非常に興奮して語り続けた。さあ、それからというものは、僕の頭は、 この奇怪な人肉の面でいな学校で授業をしていても家で本を読んでいてもふと気がつくといつの間にかそれを考えている R は今ごろどうしているだろううまくあの役者に近づくことができたかしらそんなことを想像するともう一刻もじっとしていられないそこで確か芝居を見た翌々日だったかに 僕はまたた。を訪問した行ってみると R はランプの下で熱心に読書していた本は例によって「厚種の鬼人論」とか「古今陽味公」とかそういう種類のものだったいやこの間は失敬した僕が挨拶すると彼は非常に落ち着いてこう答えた。 僕はもうゆっくり話の順序など考えている余裕はないすぐさま例の問題を切り出したあれはどうでした少しは手がかりがつきましたか R は少しけげんそうな顔であれとはそら例の人肉の面の一件ですよ百面相役者の僕が声を落としてサモ一大事という調子でこう聞くとね 驚いたことには R の顔が妙にゆがみ出したものだそして今にも爆発しようとする笑い声を一生懸命かみ殺している小姉で「ああ人肉の面かあれはなかなか面白かったね」というのだ僕はなんだか様子が変だと思ったけれどまだわからないでぼんやりと彼の顔を見つめていた すると R にはその表情がよほど間が抜けて見えたに相違ない彼はもうたまらないという様子でやにわにゲタゲタ笑い出したものだハハハハハあれは君空想だよそんな事実があったらさぞ愉快だろうという僕の空想に過ぎないのだよなるほど薬面創薬者は実際珍しい芸人だが まさか人肉の面をつけるわけでもなかろう。それから首泥棒の方は、これは僕の担当した事件でよく知っているが、その後ちゃんと犯人が上がっている。だからね、この二つの事実の間には何の連絡もないのさ。僕がそれをちょっと空想でつなぎ合わせてみたばかりなのだ。ははははは。ああ、例の老婆の写真かい 僕にあんな親戚ああるものか。あれは新聞社で写した百面創薬者自身の変装姿なのだよそれを古い台紙に貼り付けて手品の種に使ったというわけさ種明かしをしてしまえば何でもないがでもこの間は面白かっただろうこの退屈極まる人生もねこうして自分の頭で創作した筋を楽しんでいけば 相当愉快に暮らせようというものだよ。<laughs> これでこの話はおしまいだ百面創薬者はその後どうしたのか一向噂を聞かないおそらく旅から旅をさすらってどこかの田舎で朽ち果ててしまったのでもあろうか